ワルテル・ダミアン・モンティージョは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州、ラヌース出身の元サッカー選手、元アルゼンチン代表、ポジションは、ミッドフィールダー、フォワード。2002年に、サンド・レンソのユースから昇格し、デビューを果たし、2006年には、メキシコのモナルカス・モレリアに移籍した。だが1年で、古巣のサンド・レンソへ復帰し、翌2008年には、 チリのウニベルシダでチレに移籍した。2010年8月にはクルゼーロに移籍した。移籍初年度に23試合に出場し、7ゴールを挙げ、ベストイレブンに選ばれ、クラブも2位と高成績を収めた。2011年には34試合で12ゴールを挙げ、キャリアハイの成績を挙げた。2013年にサンパウロに移籍した、元祖の後釜として、サントスに移籍し、 元祖の背負っていた背番号10番を継承した。2014年1月、サン路ウロノに移籍金約11億2000万円で移籍した。2016年12月、ボタフォゴに移籍した。2017年6月29日、現役引退を表明した。2003年の FIFA フフワールドユース選手権のメンバーである。2011年にスーペルクラシコの第二戦で、 スタメンで出場し、A 代表デビューを果たした。2012年11月21日に行われた、ブラジル代表との親善試合でイグナシオスコッコのゴールをアシストし、代表初アシストを記録した。国際 A マッチ6試合0得点。ありがとうございます。